小型銀城銀城とは、20世紀前期まで、中国において用いられていた、氷量貨幣の形態を取る銀貨日本では、馬蹄銀。古くは、銀。元朝以降は、元宝とも呼ばれた。古くは、銀、と呼ばれ、奮闘形もしくは長方形であったが、後に、独特のお型もしくは馬蹄に似た形状に徐々に、形状が変化し、 それに伴い銀城と呼ばれるように変化した。納税や大型取引に使用される際に、上に何重にも積み重ねるため、倒れにくいようにおわん方の独特な形状に変化していった可能性が高い。城と呼ばれたゆえんは、現代と城前の形が違っており、当時は城前は完全に覆われていないものも多く、鍵穴に刺すのではなく、 上記写真にある小型銀城と似た形の V 字型城前に開いているものがあったからである。日本においても特に清王朝以降に知られたが、すでに当時の城前は形状が変化していたため銀城の名前は定着せず、当時の人々が身近だった馬のひずめの形と似ていたことから馬蹄銀と呼ばれ、この名称が広く用いられているが、この名称は、 明治期の日本人が名付けたものとされ、中国においても馬蹄銀の名称はほとんど用いられてはいなかった。また、馬蹄形状以外にも、実際には多種多様の形式の銀錠が存在していた。表量貨幣であることから、形状の細部には重視されず、重量さえ一致すれば、細部の小さな造形にはこだわらなかったことも、多種多様な形状の銀錠が生まれた原因だが、 広大な中国でもあり、制作が地方各地で作られたことも、形状の多様性を生んだ。元朝以降に入ると、細部の造形にこだわったものも現れ、縁起の良い文言が刻まれたり、また、金で作られたものも作られ、実用通貨ではなく何らかの贈答用にも使われた、可能性がある。単位は、重量単位と同じ量であり、その英語表記よりテールと呼ばれることもあった。 材質は、南両と呼ばれる純銀に近い良質の配布器銀であり、両目は1両から50両程度と、大小様々なものが存在する。また、時代により、様々な形状があり、文字刻印が施されたものも多い。なお、中国で1両の重みは、王朝時代により若干変化しているので、当代、元時代、清時代で、重量は、 微差があるため注意が必要である。元朝以降には、金で作られたものも存在しており、金城と呼ばれた。金銀城門銀と呼ばれた、現長時代の銀城ヨハン・ジョイコブ・ウェーバーが1843年に描いた、銀城元の洋衆元宝。資源14年の刻印が見える五0両銀城、中国在税博物館の所蔵金で作られた元宝。 細かな竜の模様や服を招く縁起の良い文言が刻まれているもとでは、貨幣通貨を元宝と呼び刻印したため、銀城も元宝もしくは元宝と呼ばれた。この際、銀城以外のコイン形状の銀貨も元宝と呼んでおり、当時は通貨全般を指していたと思われる。それ以前から、当時代の改元通貨も、対読みと、改元通り、宝となるが、 右回りに読むめぐる読みでは開通元宝と読めることから、どうかを俗称として、元宝と呼ばれた可能性はあるが、銀城が元宝と呼ばれ始めたのは、元朝以降からである。新朝以降の元宝化形状が若干変化し、お安中央部のくぼみが、球場に盛り上がる形態を見せている。配布記法の導入により16世紀中頃より、南米のポトシ銀山、 日本の岩見銀山などで銀の産出が著しく、壮大し、今年銀山の銀はヨーロッパを通じて、日本の銀は、キート貿易の対価として、中国に多量に輸入されるようになった。日本では、産銀は一旦長銀に鋳造され、長崎において、銀城に吹き直されて多量に、中国へ流出した。現在では、貨幣としての銀城は廃れたが、中国では、 富の象徴、縁起物として使われており、めでたい席で絵に描かれたり模造品が飾られたりすることがある。この際は、銀城の名称ではなく原宝の名前で呼ばれることが多く、また飾られるものも金色のものが多い。なお、餃子の形状自体が財運を招くために銀城の形を模したとする伝承があり、中国では新年に財運向上を願って、 餃子を大食いする風習がある地域がある。現代では、銀城お形状のお菓子を作って売り出したり、風水アイテムなどの触れ込みで売りに出されていることも多い。ありがとうございます。